バンダラナイケ国際空港襲撃事件とは、スリランカの武装勢力であったタミルイーラム解放の虎による襲撃事件である。4R アド号機2001年7月24日、LTTE の決死隊14人が、コロンボ郊外にあるスリランカ空軍のカツナーヤカ空軍基地を襲撃し、対戦車砲やロケット弾で攻撃した。格納庫にあった航空機には手を出せなかったが、 中期場にあった戦闘機や攻撃ヘリコプターなど二十六機が被害を受けそのうち八機は全損した。ついで決死隊は隣接するバンダラナイケ国際空港も襲撃し、同空港で駐機していたスリランカ航空の旅客機六機も攻撃した。そのうちスリランカ航空が導入したばかりのエアバス a 三百四十と二機のエアバス a 三百三十とエアバス a 三百二十が 大破炎上した。これらの旅客機には乗客はいなかったため人的被害はなかったが、スリランカ航空が運用していた12機の大半が使用不能になる大打撃を与えた。一連の襲撃で LTTE は反撃で死亡するか自爆テロを観行したため14人全員が死亡した。一方のスリランカ政府側は5人が死亡したほか12人が負傷した。 幸いにも襲撃は未明であったため、一般市民の被害は最小限であった。ありがとうございます。